私立クリーチャー学園は全寮制のエスカレーター式一貫名門私立校。全世界津々浦々から個性的な才能や能力を持った女の子を財団職員先生たちが集めていて、現在の在籍数は2000人以上。でもご用心、あんまり馴染めなかったり地味だったり、むやみに暴れるような子は、いつの間にか退学や行方不明になっちゃう不思議な学校でもあるの。そんな学園にある日、突然男子生徒の転校生が入ってくることが分かって、さあ一度きりの青春、イケてる女の子たちとハラハラドキドキの学園生活を謳歌しよう。この学園の広大な敷地の中には生徒や教員以外にもたくさんの人々が生活しており、ちょっとした学園都市を形成している。小さな商店街やカフェが立ち並ぶ通りもあって、学生自身がお店を開いていたりすることもある。休日にもなれば、カフェのある通りはそれなりの賑わいを見せてくれる。ほんと、まるでシャバみたいだ。そんな中、僕は自分だけの秘密のオアシスを発見した。日曜日のカフェ通り。多くのレストランやカフェが、訪れる客の慌ただしい喧騒や活気に満ちていた。そんな中、通りの片隅にひっそりと佇む小さなカフェを見つけたんだ。あまり客が入っているようにも見えないそのカフェは、どう見ても、外れ、な感じだった。いつもだったら絶対に入らないところだけど、連日の SCP 回避に疲れていた僕は、味、よりも、落ち着ける場所、を求めて、そのカフェに入った。で、これが大当たりだったんだな。いらっしゃいませ。カフェの名は、ハイヌエレ、変わった名前だったが、僕にとって重要なのは落ち着ける場所かどうかだった。お好きな席にどうぞ、メニューをお持ちしますね。店内を見回す限り、どうやらお客は僕一人らしい。ちょっと気が引けたけど、まあこれならそう気を使うことなく、のんびりさせてもらえそうだ。メニューをどうぞ。メニューを見ると、様々な食べ物や飲み物がずらっと並んでおり、カフェというよりレストラン並みの取り揃えとなっていた。ちょうどお腹も空いてきたところだし、ここは、特盛カレーとウーロン茶にしよう。特盛カレーとウーロン茶ですね。かしこまりました。しばらくお待ちくださいね。注文を取ると、彼女は厨房へと消えていった。厨房からかすかに漏れてくる音から察するに、どうやらお店には彼女一人だけしかいないようだ。もしかして一人でお店を切り盛りしているのか、大変だな。というか、あんまりお客が来ないってことなのかな。もし料理がまずくても別によかった。僕としては、静かに落ち着くことができればそれで十分だったからだ。店員も、おとなしくて優しそうな感じだったし、癒しのスポットを見つけることができたことに僕は十分満足していた。プリ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 。厨房の奥から音がかすかに聞こえてきた。プリ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 左衛門。今、何を作ってるんだろう。ちょろ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 ちょもらんま。あれは、ウーロン茶を入れてるところだな。それから間もなく、彼女は料理を僕の席に運んできた。それは予想していたよりも豪華な盛り付けで、しかも、激うまだった。ええ、何これ。超美味しいんですが。バク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 。あまりの美味しさに、僕はあっという間に特盛カレーを平らげてしまった。ウーロン茶も濃厚で芳醇な香りが、僕の感動をさらに引き上げてくれた。いかがでしたか？すっごく美味しかったですよ。いや実際のところ、こんなにうまいカレーは生まれて初めてです。ウーロン茶も、飲むだけで心が癒される心持ちですよ。いやそれにしても美味しかった。ふふふふ、ありがとうございます。その日から、僕はこのカフェ、ハイヌエレ、の常連客となった。それにしても、わからないことがある。
あれほど美味しい料理を出しているにもかかわらず、お客はほとんど来ていないことだ。一体どうしてだろう。ねえ、アイちゃん、サヤちゃん。すっごく美味しい料理を出してくれるカフェを見つけたんだけど、今から行かない？ゆくゆくカフェ、行きたいです。ハイヌエレ、っていうお店なんだけど、そこのカレーがまた絶品でさ。は、ハイヌ、ウェレ。そうそう、あれし、知ってるの？あ、そういえば先生に呼ばれてるんだった。ごめんなさい、職員室、行かないとです。え、あれし、そうなの？二人は飛び跳ねながら職員室の方へ消えていった。しゃあない。あ、イチナさん、一緒に、ハイヌエレ、に行かない？じー。そうなの。なら仕方ないね。あし、シャイ子さん、ハイヌエ。って、いや。前も僕はシャイ子さんに、削除済み、されるまぬけなり職員でしたが、今回も私は完璧です。あれ、みんなどうしたのかな？仕方ない。今日も一人で食べに行くとするか。いらっしゃいませ。あ、B さん、いらっしゃいです。彼女がいつもの素敵な笑顔で迎えてくれる。いつもの、あ、今日はかなりお腹が空いてるから、トクトクのりカレーにしよう。ウーロン茶超ラージとセットでね。はい、かしこまりました。厨房からはいつものように調理の音が聞こえてくる。ブリ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 ザエモン。もう一つおまけにブリザエモン。ちょろ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 ちょもらんま。さらにおまけにちょもらんま。あ、こぼれちゃった。もうすぐ運ばれてくるだろう絶品料理を想像しながら、僕は思った。こんな美味しいお店にみんなを連れてきてあげられなかったのは、残念だったなぁ。